脂肪吸引以外の方法でも1回で痩せる治療法があるんです。二の腕美容チャンネルへようこそ。二の腕美容の葛島先生です。楽して痩せたい、でも脂肪吸引は怖いからしたくない、今回はそんな方にとっておきの内容です。今回はメスを使わずに脂肪を減らす方法についてご紹介したいと思います。二の腕を細くしたい、二の腕を痩せたい、でも全然動きたくない、そんな方に共通するのは医療を使って痩せようってふと頭によぎると思うんですよね。認知が高い方法は二の腕脂肪吸引なんですけども、実は冷やすだけで痩せられる、そんな治療法があるんです。それはなんとですね、クールスカルプティングっていう送信治療になります。皆さんこれ聞いたことありますか？今回はですね、このクールスカルプティングっていうのは一体何なのか、そしてどのくらいの効果があるのか、脂肪吸引と比較するとどっちの方がいいのか、それについて詳しくご紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴ください。クールスカルプティングっていうのは簡単に言うと冷やして痩せる治療法のことです。二の腕の脂肪を冷やして本当に痩せるのかって疑問に思う方多いと思うんですけども、その疑問を解消するためにはクールスカルプティングには3つの特徴があるってことをまずは知ってください。特徴を説明した後に効果、そしてメリットやデメリットについて詳しく説明していきますね。1つ目の特徴は脂肪を減らすっていうことです。筋トレやエクササイズのダイエットは脂肪細胞の数は小さくなるんですけども、脂肪細胞の数を減らすことっていうのはできないんですね。クールスカルプティングっていうのは脂肪細胞そのものの数を減らすことができるため、治療後もリバウンドが起きにくいってことが特徴です。なんとですね、1回の施術で冷却した部分の脂肪の量が約 20% も減るって言われております。2つ目としてダウンタイムはほとんどないってことです。クールスカルプティングとはメスや針を使わない専用の機器による送信治療のことです。皮膚や血管など脂肪細胞以外の組織にはダメージを与えません。脂肪吸引は人によっては3日ぐらいまでちょっと手が上げづらかったり痛かったりするんですけども、クールスカルプティングっていうのはそういったダウンタイムはほとんどなくて、やった直後から普通の日常生活に戻ることができるんです。3つ目としては厚生省の認可が下りている治療法なので、効果が出るって認められていることはもちろんのこと、安全性も認められております。このクールスカルプティング、実は世界で約80カ国以上で導入されている送信治療なんですけども、日本では2017年に脂肪冷却装置として政府より正式に承認を受けました。3つクールスカルプティングの特徴ですね、脂肪の数を減らすダウンタイム、安全っていうのを説明したんですけども、二の腕脂肪吸引と共通する特徴ですよね。そもそもなんですけども、脂肪を冷やして脂肪の数を減らすって皆さんどんな風にイメージされますか？ビニール袋に氷を入れて冷やすとか、湿布を貼って冷やすとか、そういったことではありません。クールスカルプティングを実際にやるとき、どんな順序でやっていくのかを解説します。痩せたい部分にこちらの装置をはめるんですけども、こちらの装置のことをアプリケーターって呼んでおります。このアプリケーターを痩せたい部分にこういう風に装着して、温度をコントロールしながら一部位大体35分ぐらい冷却します。なんとこのアプリケーターは脂肪細胞にしか反応しないんです。なので他の皮膚や組織を壊さずに脂肪をなくせるので、とても安全ってことですね。機械によって破壊された脂肪細胞は治療後動かなくなりますので、数週間から数ヶ月かけてゆっくりと体の外に排出されていきます。それと同時に排出された脂肪の分の膨らみが減ります。このような順番で脂肪細胞の数自体を減らしていきますので、脂肪細胞が減ってリバウンドしにくい体になるんです。1回の施術で約 20% の脂肪細胞を減らすことが可能なんです。クールスカルプティングの施術は麻酔は使わないし、施術当日から入浴、お風呂、そしてスポーツまでできちゃうっていう点に関しては、二の腕脂肪吸引よりも高度の制限はないし、メリットはあると思います。気になる内出血や腫れに関してですが、内出血や筋肉痛に似た痛みが出る場合があります。個人差はありますけども、内出血は2週間程度、そして筋肉痛みたいな痛みは1ヶ月程度で徐々に良くなっていきます。この点に関しましては、正直二の腕脂肪吸引とほぼほぼ変わらないのかなって思います。二の腕にはめるクールスカルプティングのアプリケーターっていうのはサイズが決まっておりますので、全員にぴったりとフィットするっていうわけではありません。基本的に一つのアプリケーターで二の腕の面積全部をカバーすることっていうのはできなくて、最低でも2つのアプリケーターを使わないといけないです。そうしないと脇の付け根だけだとか、あとは肘の近くのここの部分だけとかになってしまいます。二の腕の脂肪が気になっている方っていうのは、基本的にはこの振袖の部分が気になっている方が多いんですけども、実はこの肩の張り出し、こちらの部分も気になっている方が多いです。肩の張り出し、肩の部分っていうのは脂肪が硬いので、アプリケーターをピッてはめることができないんですね。なので二の腕全部の脂肪を均等に取るとか、デザインをしながら綺麗に
撮りたいとこだけ撮るとかってことは実際にはできないんです。1個のアプリケーターでだいたい35分で、2つやると70分になりますよね。それが片腕だけじゃなくて両腕もやるってなると合計で最低でも140分もかかってしまうんです。機械による施術ですので、効果を感じる方も効果を全く感じない方っていうのもいるわけです。何回やったら満足するのかっていうのは正直なところわからないのかなって思います。そしてこの 20% の脂肪が落ちるっていうのは数ヶ月後になりますので、結構時間がかかるんですね。二の腕の脂肪吸引にしたら1回の施術で約 90% 以上の脂肪を落とすことができますので、確実に1回で効果を感じることができるんです。二の腕脂肪吸引のダウンタイムは完成の機会についてはこちらの動画で解説しておりましたので、ぜひ参考にしてみてください。二の腕のクールストリプティングはやったけども全然効果が出なかったって方は、最終的には二の腕の脂肪吸引をする方が非常に多いです。そういったお客様にリアルな体験談を聞くと、実は内出血の期間は二の腕の脂肪吸引よりもクールスカルピングの方が内出血してる期間が長いっていう風に言ってるお客さんも結構多いんです。二の腕の脂肪吸引の施術をする上で過去にクールスカルピングをやったことがある方っていうのは、実際に吸引してる時になんかそこの脂肪が硬かったりヌメヌメしてたりして結構吸引しづらいってことがあるんですね。もしもしっかりとダウンタイムが取れる時間が確保できて、少しでもこの二の腕の脂肪吸引をやる可能性があるって方は、焦ってクールスカルプティングをする必要はないのかなって個人的には思います。二の腕を細かくデザインして脂肪をしっかりと落としたいって方はクールスカルプティングはあまりおすすめはしません。なんとなく二の腕をスッキリさせたいとか、手術は怖くてどうしてもできない、でも二の腕は痩せたいという方にはおすすめの施術ですので、自分が納得する方法で二の腕痩せができたらいいのかなって思います。この動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援してください。私は普段二の腕の無料カウンセリングを行っておりますので、二の腕にお悩みの方はぜひ説明欄のリンクでチェックしてみてください。それではまた。